らんだ狛犬の火炎に煮えたぎった春国の釜で五色の布を吹き上げる。おかっぱ頭ざんばらに切られ玩具箱ひっくり返す。こんなお手玉すいない姉さんの帯見つけた。錦の模様だんだらあげは図並ぶ。鈴の光彩回る眼球の閉じ込められた蔵の中。二丁目ひまわり王女様、三丁目の花のおぜんかずら、四丁目濡れてるルリヤナギ、私のお花、迷子のお花、遠くでお家が燃えるより、めくらの黒犬くわえて走る滴るような椿です。あ、そこの山高坊のおじさん、お花はいかが。おや、こんな寂しいところで花売り買い、もっと賑やかなところでやればいいの。お母さんは病気なの。お父さんは家出しちゃった。ああ、今日もこんなにお花が残っちゃったわ。お嬢ちゃん、それおじさんがみんな買ってあげてもいいんだよ。困った時はいつでも私を訪ねておいで。この辺は怖いおじさんがいっぱいいるからね。早く家へ帰りなさい。お月様が、お月様が見てる。お母ちゃん、今度の遠足行けるかもしれないわ。優しいおじさんが困った時はいつでも訪ねておいで。お母ちゃん、聞いたか。聞いた。棺桶の中でネズミが鳴いた。寝たきりの体でネズミに潜り込まれて、なすがまま二目と見られんようになったそうだ。お母ちゃんが死に、他に行くあてもない私は、いつかあのおじさんに教えてもらったところ番地を訪ねていくしかなかったんです。お嬢ちゃん、まだ入っちゃダメだよ。夕方になってからおいで。あ、あの山高帽かぶ。ここかわいい。ほんと、どっから来たのさ。名前なんてんだい。こうして私は見せ物小屋のおじさんの甘い言葉につい騙されて、小屋の芸人にされてしまいました。毎日辛くて死んでしまおうかと思うこともあります。そんなわけで今は学校にも行ってません。工業のたびに知らない土地を転々と回るので、友達もできないばかりか、見せ物小屋の子供ということで時々いじめられることもあります。こんなことでは将来が心配で夜も眠れません。私はこれからどのように生きたらよいのでしょう。さあ、ベナだよベナ、真っ黒な顔をした世にも恐ろしいベナだよ。ベナ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 。なんだ、鍋が置いてるだけじゃない。つまり鍋がひっくり返ってるから。その次は大イタチだよ。あ、大きな板に血がついてる。なるほど。そう、お前らちゃんと金を払ったのか。払うわけないだろ。出て行け。あ、田舎もまじゃれがわからん。もうやめだやめ。どれどれ、もっとよく見せて。
よ。もう大丈夫よ。こっちおいで。私があんたたちのお母さんになってあげる。でもみんなには内緒よ。食べられちゃうからね。じゃあまたね。おとなしくしてるのよ。緑め、塩らしいもんしやがって。買わないよ。犬の肉なんて売ってるわけないだろ。犬？どうした緑？あんまりうまいんで泣き出したぜ。ご苦労なさったのね。何が棒だよ。ぼーっとしてたのはお前だろ。汽車ばっかり眺めて。そんなに東京へ帰りたいのかい。もうお前には帰るところはないんだよ。知った、みんなの役に立ちな。いた。入り口のところの幕も後で縫っとくんだよ。破けてるからね。あ、それからこれも洗っといてくれ。できた。あんた、今日はお金ちゃんと持ってきたのかい。はい。たかが買い物に一体何時間かかってんだよ。おい、みどり、ほういちの体洗ってやってくれ。おい、みどり、ほういちの後で俺も洗ってくれ。寒くてかなわん、早いとこしてくれ。化け物。だいぶ熱があるな。今日は何もせんで寝てていいぞ。ああ、ダメだダメだ。赤字赤字赤字。ちょいと親方、そりゃないわよ。私たちの給料はどうなんのよ。しょうがないだろう。わしだって困っとるんだ。それで済むと思ってんの？もう3ヶ月もなしのつぶてよ。どうすんのさ。ねえ、あたしにちょっとだけ都合できない？少しでいいのよ。うん。なんだよ、ケツもどきが。おい、どうすんだよ。これじゃ飢え死にだぜ。客が来るわけでなし、動こうにも金がないと来てる。どかたでもやって食いつなぐしかないな。ついてねえぜ、まったく。今度よ、新しいやつ入れるらしいぜ。東京から呼び寄せるんだと。なんでも西洋手品を使うやつらしいが、こんな潰れかかった小屋に来るなんて大したアホだぜ。
しかしなんだかまるで客が来ねえな俺たちのせいみてえじゃねえか。おい緑、よそ行って寝ろ、風が移る。少なくとも俺のせいじゃねえ。俺のせいでもねえ。じゃあ誰のせいなんだ。案外あの緑が貧乏神かもしれねえ。あいつが来てからうちの一座は落ち目だ。いやあ、中はあったかくていい気持ちだ。ワンダー正光と申します。どうぞよろしく。はい、じゃあみどりちゃん手を出して。はい、わー、はい、私にはしてくれないの？わあ、綺麗。あれ？おじさん、おじさんどこ？どこ？ここだよ。してあげてもいいわ。でも私もう少女じゃないの。はいはい、お代は見てのお帰りね。こら押すんじゃねえよ。さあさあ、これよりカニ男がアレナルマと引っ込めバカ。さっさとワンダーマサミス出せや。先生、先生早いとこお願いしますよ。先生、待て待て、みどりちゃん用意できたかい？はい、お待たせしました。どうもどうも、助手のみどりちゃんです。一人で受けやがって面白くねえ。わからねえ。私も何回見てもわからない。どうなってやがんだ一体。仕掛けがどこにもねえ。今正光が行っている芸は、西洋魔術が盛んになった明治13年、浅草公園で初めて公開された。当時の記録によると、高さ三尺強、合計一尺五六寸ばかりの花瓶の内外を観客に確認させ、
術師が花瓶の中に入ると即座に天井の穴や舞台袖から変幻自在に現れたという。不可思議で応じかけな西洋魔術の来潮は日本の奇術界に大きな影響を与えた。先生、先生どうもお疲れ様でした。おい、お前らぼさっとしとらんで先生にお茶を持ってこんか。私はいいから、みどりちゃんにあったかいミルクをね。みどりちゃんが助手をしてくれたおかげで今日はとってもいい芸ができたよ。ありがとう。助手だなんてただ突っ立ってるだけじゃねえか。いいですか。はい、チーズ。綺麗に映ってるといいわね。そうだね。もう雪も降らないといいわね。そうだね。おいしい？うん。ねえ、どうして瓶の中に出入りできるの？それはね、というわけさ。わかった？わかった。緑のやつ、すっかりその気だぜ。こら、緑！うっとり鏡見てる暇ねえぞ。洗濯はどうした、洗濯は。わかってるわよ。今やろうと思ってたとこよ。お、生意気な。くそ、可愛くねえな、こら。何をせっかく綺麗にしたのに、このミラーと、あっ！そうか、お仕置きされてんだな、よし。話してよ、バカ。あんたたち誰のおかげでやっていけると思ってんの？うちの人に言いつけてやるから。おう、うちの人だとよ。みどりちゃんなら、ほら。みどりちゃん大丈夫？貴様！あ、毒図がついております。気をつけー！番号！1、2、3、4、5。君は洗濯、君は小屋の修繕、君は楽屋の片付け、君は飯の支度だ。みどりちゃんは何もしなくていいからね。お小遣いあげるから遊んどいで。へへへ、ボロ儲けだもんね。計算が間違ってますよ。先生、それじゃ維持費が。いや、これくらいでいい。あんたが儲けすぎだ。そんな、皆には十分に払ってる。私の取り分なんてほんの。いや、それでは連中はついてこないよ。先生、金のことは私が。まあまあいいから、任せなさい。みんな私に任せなさい。緑、さっきは悪かったな。ごめんな。もういじめねえからよ。お前が最近あんまりな、わかるだろ。仲直りしようぜ。俺は本当はお前が好きなんだ。本当だぜ。緑は俺のもんだ。あんな後から入ってきた得体の知れない小人野郎に渡してたまるか。
この手に捕まれ。お前は誰だ。お前だよ。ワンダー正光。いや、俺はお前だよ。貴様、こんな目くらましに何度も引っかかると思うな。おー、じゃあ抜け出してみたまえ。どうしよう、早く出ないと沈んでしまうよ。ほら、できないだろう。お前はろくでもないやつだ。死ね。お前なんかに緑ちゃんは渡さん。はい、ご苦労さん。はい、ご苦労さん。おお、増えてるぜ。本当だわ。おい、無知捨てのやつはどうした。いないじゃないか。いや、俺なんでこんなことを。どうしてだよ。これはひどい。待て、みどりちゃん。なぜ逃げる。ちゃん、見たね。見てたんだね、あれを。あんな嫌なやつ死んだ方がいいじゃないか。きっと呪われる。いいかい、誰にも喋ってはいけないよ。失礼します。みどりさんに会わせていただきたい。おい、みどり、お客さんだぜ。私どもこういうものです。おお、小本松竹。活動写真ね。あなたにぜひ写真に出ていただきたい。新作母こぼしの主演の子役を探していたのです。主演だとよ。あなたの舞台姿を見て決心しました。こんなところまで来た甲斐があったというものです。こんな薄汚い小屋でヤクザな時代遅れなことをしているよりずっと良いでしょう。ぜひ出ていただきたい。あなたならきっとスターになれますよ。スターになれば大きな家に住んで毎日おいしいものが食べられて何より皆から大事にされますよ。あ、何をするか貴様。私がみどりちゃんの保護者だ。みどりちゃんのことは私が決める。どうせ偽物かもしれん。いやーって、偽物とは何か。我々は帰れ。緑ちゃん出番だよ。支度して。私頭が痛いの。本当？ことが聞けないならしばらくそうしていろ。一人でやる。はよやったれ。おい、待たせんなよ。これ、おい、入れ入れ。どうした、出られなくなったら瓶叩き割って出してやるから安心して入れ。うるさい、静かにしろ。やかましくて集中できん。なんだよなんだよ。貴様らどいつもこいつも気に入らん。臆病なくせに物見高く、怠け者のくせに欲深く、被害者意識の塊で、そのくせ世の中を我が物顔で歩き回る健康薄のろだ。なんやと。それが客に向かっていうことか。小人の分際で。小人の分際。君、今言ってはいけぬことを言ってしまいましたね。知りませんよ。Yeah!
げろ。こら、うわどけ。こら。力を出しすぎたのね。鼻血が。まったくすげえのなんだ。いい気味だったぜ。ご苦労様でした。あんなに興奮したの久しぶりだよ。何を喜んどる。とんでもないことをしてくれた。いいじゃねえか。そうだよ。またみんな元の体に戻ったんだから。あのままだったらもっと良かったのに。バカ。あんなことをして後で客が暴れ出したらどうするんだ。暴れないでおとなしく帰ったじゃない。生きた心地もしなかったろうぜ。とにかくもうここではやれんぞ。他へ行かねば。私は行かんよ。やめさせてもらう。そんな急に。なんでよ。もうやる気がせんのでね。さっきの私の言い方がいけなかったのなら取り消しますから。やめてどうするのよ。先生にやめられたら今この小屋は。知らんで。みどりちゃん、何をお祈りしているんだい？さっきは悪かったね。みどりちゃんを誰にも渡したくない。私と一緒に来てくれ。いやだ、もう遠くへ行きたくない。家へ帰りたい。1、2、3。さあ、まっすぐ奥へ歩いてごらん。みどり、いつまで遊んでるの？ダメじゃない？何ぼんやりしてるのよ。早くご飯食べてくれ。片付けられないじゃないの。はい、これ。何って、明日遠足だろ。お菓子だよ。お父さんが買ってきてくれたんだよ。お父さん、ありがとう。寝坊しないように今夜は早く寝るんだよ。うん。
みどりちゃん、一緒に来てくれるね。どうしたんだよ、しけたつらして。そろそろ店開きだぜ。相変わらずとろいね。まだ知らないのかい。親方が金持って逃げたんだよ。はあ、お前もぼさっとしてるから置いてかれるんだよ、バカ。ちくしょう、このせい、このせい、ちくしょう。おい、おめえどうすんだよ。知らないよ。こんなところにだってしょうがないだろ。金持ちのじじいでも見つけてうまくやるわ。なに、その年でか。うるさいね、自分の心配してな。俺なら大丈夫さ。よその小屋からお前から誘われてんだ。おい、おめえらも紹介してやっからよ。安心しな。お世話になりました。緑、とってもかわいいよ。達者でな。頑張れよ。おい緑、さようなら。あれはかな分かい。みんなとまたどこかで会えるといいわね。そうだね。まだ時間あるね。弁当でも買ってこよう。ここで待っといて。夢じゃない、夢じゃない。Ha ha ha!
椿の連帯座る少女の首落ちて母さんのまぶたの海に沈みます。赤い三日月切り裂いた赤い眼球椿の壺に鏡に映すと鏡が燃える。地獄の衣装は椿の花びら金蘭丼巣の帯締めて今宵も締めます。いざりの本通り。私が泣く